親父、すみません。それで、そいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、キリュウ、帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、それはもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。ここから先は紋章がなければ立ち入り禁止だ。すみません、受付でご記帳をお願いします。会場へは受付を済ませてからご入場をお願いします。本日はお忙しいところ誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。
これでいいのか。はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。昔堂島組にいた。そうなんですか。堂島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。で、今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。間もなく告別式が始まるので会場内でお待ちください。後で絶対に始末書を書かされるな。いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、喪章をどっかに落としてしまって、あれがないと裏口に入れないんですよ。はあ、どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。おい、それ私がなくした紋章、見つけてくれたんですね。ありがとうございます。助かった。おい、ここから先は喪章がなく。
かしマネージャー、模証は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの模証は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。おい！たく、最近の若いやつは。さっき模証を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は模証をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった模証ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。おう、葬儀関係者か。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。正面から堂々とはの、道島の桐生。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。
なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合のやつにだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。わかったな。はい、とにかく風間のおやすさんのところへ。おやさんはこちらです。行きましょう。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ東城会の三代目が死んだんです。跡目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに世良会長は若くして三代目を継いだんで妬まれることも多かったみたいです。参列者の中には清々した顔のやつもいますよ。兄貴、到着しました。この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやすさんを呼んできます。
カズマ。おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやすさん、何があったんすか？登場会は。それに、錦は。あったのか、あいつに。いえ。あいつはあの10年前の事件から、すっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺は、あいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん。もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ。行方不明って。それなんだが、弓は。おやすさん！風間のおじき！てめえ！お前、桐生！桐生？なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ島の。おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。王女せいやキリュウ。カズマ、逃げろ。カズマ、弓を、百億を頼む。行け。Okay.
Oh!
通さへんで。ここがお前の墓場や。
Hey!
てめえ、もう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよてめえ、もう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな、俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。て
てめえ、まだ話は終わってねえぞ。黙って見てな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。